ギリの父が日本でイスラエル料理屋をやっておりオリンピックの小林健太郎さん発言問題でテレビ出演をされましたギリの父は何年も前の我を今更騒ぐ必要はない僕らは気にしないとはいえ日本人も311とかをネタにしたら文脈問わず嫌だよねという発言をしたらテレビでは後半だけ聞い取られイスラエル人がブチ切れてるという形で連想報されましたリョクさんもこの,件にこの件に言及していたので何か意見があれば聞きたいです えと悪いことをした人を悪いことをしたよねって言ってみんなで叩くことでそののの自分たたちの正義感を確認したいんですよねあの人間って正しい行為をすることに快楽を感じるんですよ。なのでなぜ人はその正義にその正義の行動をして悪の行動をあまり取らないのか。でその 要はあの、悪いことをして金稼いだ方が利己的で幸せだよねっていうのがあるんですけど、実は正義の行動を取った方が感情的には幸せになったりするんですよ。で、悪いやつを成敗するというのもある種の正義で快楽を感じるんですよ。なので、こいつは悪いやつだっていうのを認定された人を攻撃することというのは、むしろその正しいことであるっていうそのモラル的な問題もあるし、快楽自体を感じるんですよね。 であのえっ、ー、とメキシコでそのたまたま、えー、と旅行で違うおじさんの家にたまたま泊まってた人が「そのお前ここら辺に住んでるわけじゃねえよな」ってって「うん俺ここに住んでるわけじゃないおじさんの家泊まってるんだよ」って言ったらその人がえっ、ー、とボコボコに殴られて首にタイヤを乗せられてあ違うボコボコに殴られて刺されてで その危ないからっていうので警察になぜか逮捕されてで留置場にいたんだけど村人の人たちがなんか数百人集まって警察を襲って留置場からその人を連れ出してでボコボコにして殴って最後にそのタイヤを首に巻かれて石油をかけられて焼いて殺されたんですよねでそれがなんで起きたかっていうとあの 臓器売買をしてる悪い奴がその村にいるという噂が SNS で流れたんですよ。で、その噂は根も葉もない噂なんですけど、たまたま親戚の家に来てたその人が、お前何者だよ。俺らの村のやつじゃねえよなって言って、うん、違うよって言って、こいつがその臓器売買をしてるやつだっていうので、みんなでボコボコにしたんですよ。正義のために。 その町の子供たちがなんか臓器売買でさらわれるっていうので、その町の子供たちを守るために正義でボコボコにしたんですよ。で、警察が、その、まあ、本当にその臓器売買してるかどうかわからないけど、ひとまず逮捕しますっていうのを逮捕したんですけど、で、留置所に入れたんですけど、その警察が臓器売買をしてる奴を保護するなんていかがなものかっつって警察を襲って、まあ、最後にこうみんなで殺したんですけど、 で殺した後にその人全然臓器売買は関係なくて単に親戚の家に来てた人っていうだけだったんですよ。でじゃあそれがなぜ起きたかっていうと皆さんは正義のためにやったんですよ。 要はその子供のその臓器売買をしている悪いやつを殺すことで子供が助かる。なので村を守るため子供を守るためっていう正義でみんなにその本当にそうなのとかっていう確認を取るのではなく正義の行動をみんなでするべきだっていうところでやっちゃったんですよね。これインドだっけメキシコだと思うんですけどっていうのがあるのでなのでそのみんなで正しいことをしているというので正義に酔ってる状態っていうのが割と起こり得るんですよ人間って。 別にあのメキシコに起こることが日本で絶対起こらないというわけでもなくて日本でも大事なことがあってなのでその小林健太郎さん悪いよねっていうと小林健太郎さんを攻撃するで攻撃する根拠としてイスラエルの人が怒ってるという映像が欲しいですとなのでそうするとイスラエルの人が不満を感じてるという映像を出すとほらイスラエルの人も怒ってるじゃないかだからこの人は悪いんだっていうのでみんながスッキリして視聴率も上がって幸せになりますよねっていうのになってなので真実はそんなに重要ではないんですよ なので、真実後回しになっちゃって、まあ、小林健太郎さんの別にそのなんか、あの、ものすごい事件にはならなかったんですけど、メキシコの場合はそうやって人が死んでしまいましたっていうのがあるので、なのでなんか正義によって行動するというのはいかがなものかなと僕は思ってたりしますよ。